俺も大概存在だけどよ、本気でゴリ押ししかしないやつは初めてだ。説法は教会で読みな。戦場で使う言葉は弔いで十分だ。俺なんかに勝ったところで自慢話にはなんないよ。だがこれでいい。守る覚悟じゃ足りないんだよ。息の根を止める決意がなければ俺は戦うことをやめない。死人の考えを読めない。こんなことでございます。勝ちも負けもその意味もどうでもいい。生き残ってまた戦えればそれでいい。あの男に会う。俺は侍なんて上等なもんじゃねえ。だがお前も忍者じゃねえ。医者だと？ちっ、学び屋をサボりすぎたか。記憶と違う。弱いやつってのは強い獲物を欲しがる。だが手札一枚で勝てりゃ誰も苦労しない。一手で仕留めきれない技だ。いずれ読まれると考えなかった。俺の獲物が全部いかれちまった。とんでもねえ小柱。名前聞いとくぞ。狂犬だな。誰かしつけろよ。飢えてる俺が。こいつは一体何だ。悪くないね。無駄口ばらまいて腕っぷしのないやつよりよっぽどいい。冗談きついぜ。負けて笑ってやがる。しばらく見ない間に化け物が増えたな。その武器は悪くない。だが使い方が悪いんだ。おい、なんで胸を見る。罪状なんだっていいさ。とっくに地獄に落ちてる。一撃ごとに黒い敵や。ああ、そんだけ世の中知ってりゃ偉いだろうさ。バカには何か言いたくなるよ。だが住んでる世界が違うんだよ。武器がねえなら防具ぐらいつけるんだな。もっともこいつで切れないものはメーテルね。力の限界なんざ見られたって構えやしないよ。根性の使い道が見られたら厄介。キリがねえな。クソ、笑ってんじゃねえ。クソ、やめだ。負けないまでも勝てねえ。あんたは星に恵まれたな。俺には無用の星だ。いいぜ、勝った方が奈落に行ける。それでいいか。忍者だと？やばい、もう本当の忍者が思い出せなくなった。